熱い、汗かいちゃった。さっきの足だってすっごい元気じゃん。すげえ元気だったね。まるで俺の全盛期だった。ああ楽しい、ありがとう。ああ結構やべえ。バイビーバイビー、みんな仲良くね。俺みたいになったら友達ゼロ人になるからな。そりゃそうや、おめえ友達ゼロ人になっちゃったやけど、俺の場合100人じゃねえやけど、100人に閲覧1000人になったけど、友達消えました、そういうこと言いや、なめんじゃねえよ。俺閲覧1000人おっても友達ゼロ人じゃ、俺みんな消えてった、炎上してから。ユーリって呼んで、ユーリー、かっこいいじゃろうかい。うん、バイビー、 TikTok 頑張ってね。頑張れよ TikTok。 ねえ、わしがお前のじいちゃんじゃと、お前じいちゃん死んだわ、お前ふざけんな。お前なんで TikTok のコメント来ちゃうんや。マスクつけよ、申し訳ない。構成したな。イケメン友達になってくれる。あ、帽子センキュー。なんかこっちの帽子の方が良かった、間に合わなかった。マスクなんていらん、それは法律ない、法律ねえけど、人が多かったらじゃあつけるわ。今そうでもねえし、ちょっと歩いていこう。うん、まあちょっとだけつけちょっか。じゃあちょっともう充電が全然ねえけ、駐車場のところまで行ってからもう帰ろう。今日はどこ行こうか。俺は新卒でスーパーの会社に入った、山口県のお肉屋さんで正社員で働いた。ごめん今の嘘やった。俺は徳山大学を卒業した後にまずレスリングがきつすぎて就職活動がうまくいかんかった。だから、最初の1年は卒業したけど、大学卒業したけど、ニートやった。最初に、スーパーの惣菜でバイトした。でそれと同時に公務員の試験を受けた。警察と消防士、もともと警察と消防士になりたかったからね。でその間に惣菜やりながら、そういう試験を受けながらプールの監視員とか、あとは駐車場のなんか誘導の仕事とかして、でやっぱり夢は叶わんかったんよ。その警察官になりたかったけど、まあこち亀の亮さんみたいになりたかったんよ。でそれ無理やったから、もうなんか次の年にスーパーの正社員になった。でそこでお肉屋さんで働いた。まあ、そんな感じやね。まあ、あとは工場勤務みたいな感じ。あるか、青い店って名前出すんでねえよ。なんで知っちょるんかよ。山岡って誰かよ。山岡ってお前あれだよ。頑張れ頑張れドッカー弁。頑張れ頑張れドッカー弁。山田太郎のあれじゃん。ドカ弁出てくれ。あれじゃろうがよ。めちゃくちゃ投げるの早いやつやろ、ワビスケってやつじゃん。猫仮面誰やお前。とりあえずありがとう、バイビー。ブレイクリングダウンは次頑張る。次頑張る。あっち、じゃあもうとりあえずみんなフォローよろしく。フォローしてくれたら名前呼んでくよ最後に。あ、日本製紙でも働いとったね俺。俺エリートやけさ、新日鉄住金日本製紙働いとった。東証一部上場企業割。俺ペーパーはね誰よりも得意なんじゃ。ペーパーだけは頭がいいけね。ゴーヨさんありがとう。山田センキュー。俺の親友の名前じゃや、山田いい名前やな。 RXX フォローありがとう、みんなありがとう。まあね、こんな風にゲリライブやっていこうと思うから、みんなよろしくね。まあ今日は割といろんな人が来てくれてありがとう。充電してなかった、申し訳ねえ。